ほながのる男は、日本の元プロレスラー、男性レフェリー。東京都足立区出身。拓殖大学北海道短期大学卒業。力プロ所属。現役時代は襟足を伸ばし、刈り込みの入った金髪のパンチパーマがトレードマーク。現役時は、スポットライトの当たる選手ではなかったが、独自のプロレス感と、対戦相手を引き立てる技術で試合を作り上げる。 職人レスラーであった。拓殖大学北海道短期大学卒業後、東京へ戻り全日本プロレスの入門テストを受けるも、不合格となる。植木屋に勤めながら、ボディビルで体を鍛え、1979年4月に、新日本プロレスへ入門。1980年4月25日に、後楽園ホールの斉藤博之戦で、プロデビュー。 1982年11月にメキシコ武者修行に旅立ち、広斉藤、平田純次らと行動を共にする。1984年3月に帰国。しかし、メキシコで体調を崩し、さらには高田ら後輩の台頭もあり、低迷。1984年9月、ジャパンプロレスへ合流して長州地かららと、全日本プロレスに参戦。 1985年当時アジアタッグ王座を保有していたアニマル浜口が負傷欠場したため、寺西サムが代理パートナーとして、ホエーを指名し、アジアタッグ王者となる。10月14日、石川隆氏淵忠史真相を破り初防衛に成功したが、10月31日、石川隆氏マイティの上組に敗れ、王座転落。 ジャパンプロレス崩壊後は新日本プロレスに出戻り、頭髪を金色に染めて、ヒロサイト後藤達都市と共にブロンドアウトローズを結成。後にスーパーストロングマシーンを加え、レイジングスタッフと名を改める。ホエ自身は、ジュニアヘビー級のヒール選手として、ライバルの重心サンダーライガーラと激闘を繰り広げ、1991年にベストオブザ・スーパージュニアの前身である。 トップオブザスーパージュニアでライガーを破り優勝。IWGP ジュニアヘビー級王座決定戦を兼ねており、同王座に初退官。5月25日、ペガサスキットを相手に初防衛に成功。5月31日、ライガーを相手に2度目の防衛に成功するも、6月12日のリターンマッチに破れ王座転落。11月5日、野上明を破り、 IWGP ジュニアヘビー級王座に返り咲く。1992年2月8日、ライガーに敗れ王座転落。1994年9月27日、ワイルドペガサスを破り、3度目の王座獲得。6度の防衛を重ねる、長期政権を築き、さらに11月18日、エルイホデル3頭を破り、うわ世界ウェルター級王座を獲得するなど、 ライガーの負傷欠場や金本浩二、大谷慎二郎ら若手の台頭までの空白機の穴を埋めた。12月13日大谷に敗れウア、世界ウェルター級王座から転落。1995年2月19日、金本に敗れ IWGP、ジュニアヘビー級王座からも転落。さらに9月22日、試合中に右足のアキレス腱を断裂し長期欠場。 1996年5月23日、小山遊園地大会で復帰。この頃から、金髪も黒髪に戻し、かつてのライバルであるライガーやエルサムライラと共闘し、金本、大谷、高井原若手の壁となって試合を行うことが増える。ライガーサムライホエー組 VS 金本 大谷高岩組の6人タッグマッチにおいて、主に金本から必要に攻撃を受けた侍が、月光し、場外でも金本を追いかけ回すなど、試合が成立しなくなったことがあったが、その際もヒートアップする侍、金本、大谷、高岩とそれを、自身も月光しながら止めようとするライガーを尻目に、声は、止めろ侍、止めろと一人冷静であったりと、ヒールとも、 ベビーフェイスとも取れない立場となっていく。1998年4月30日、放楽園、ホール大会で引退試合を行う。ライガーと対戦し敗れるも、ライガー戦直後に番外試合として6人、タッグマッチを行いた会は留一から勝利を飾る。引退後はレフェリーへ転向。レフェリーとしてのデビューは1998年5月16日。 松戸市運動公園体育館で行われた中西学小島佐都組 VS 平田敦志安田忠夫組戦当初はぎこちないレフェリングで観客から声が上がったり元レースラーであるにもかかわらず試合中レスラーと衝突しただけでしばらく倒れているなどの場面が見受けられたが元レースラーであることを生かし相手選手がロープブレークをしているのに腕ひしぎ 逆十字固めを話そうとしない、剣道家臣に対し、ストンピングを連発して、保衛考慮を巻き起こすなど、レフェリー補、A へ登る男としてのエピソードを残す。以降は、ジュニア戦線を中心にレフェリーを行い、2003年、WJ プロレスに移籍。WJ の参上を見かけて、佐々木健介に助言し、佐々木の WJ 離脱、フリー転出にも関与したとされる。2004年、 WJ 崩壊とともに、力プロへと移籍。リフェリーのほかあの人ほど怒らせたら、怖い人はいなかった。喧嘩をしたくない相手だよね。普段は、良き相談役だが、プロレスに対する目は、非常に厳しい。よくしょっぱい試合をした若手が試合後に殴られていたよ。と、かつての名優、後藤達都氏が、自身のブログで語っているように、現在でも若手選手のコーチや、 相談役としてその手腕を遺憾なく発揮している。力プロの新日本プロレス合流後もレフェリー及び道場管理者として残留。ロックアップで裁いた。久我原道場閉鎖時は、現状回復費用軽減のため、自らシャッターのペンキ塗りをするなど、最後まで若手らと共に尽くした。2012年2月19日、スマッシュ25で特別レフェリー。 2016年12月2日、大阪城東区民センターで行われる、上井文彦プロデュース工業、ストロングスタイルヒストリー、ゴーフォーブローク、フォーエバーで、メインイベントを含む3試合のレフェリーをこなす。2020年1月4日、新日本プロレス、東京ドーム大会での、重心サンダーライガー引退試合、第1弾のタッグマッチで、特別レフェリーを担当。 感情を表に出さずに、掴みどころのない独特のファイトスタイルは、のらりくらり殺ーと形容された。反則着から、一瞬の隙をついた丸め込み、スープレックス、ルチャスタイルまでこなす、職人タイプ。ありがとうございます。